うん、はい、どうもです。ね、今日の動画は、ミャンマー旅の振り返りということで、撮影していきたいと思います。で、今日はですね、こちらミャンマー一緒に旅行したグッサン来てもらってます。グッサンとはね、ミャンマーで2週間ぐらいだっけ。そうやな、これ見てたら2週間ぐらい日記帳書いてる。そう、2週間ぐらい一緒に旅行したかな。いたかな、うん、2週間ぐらいね。そう、2週間ぐらい一緒に旅行して、で、まあ去年の10月ぐらいかな、一応僕が YouTube の動画を本格的に投稿しだして、まあ、すぐの頃だったんですけど、まあ、その時によく出演されてます。というわけで、はい、自己紹介。あの、大阪の松田聖子と申します。よろしくお願いいたします。あの、もう私も世界一周っていうものをしてまして、で、まあ、あのコロナのせいでね、中断してるんですけど、まあ、あのしばらくやっぱり旅行にちょっと行きたいなという気持ちでが、まあ、あって、なかなかその振り返りとかできなかったんですけど、まあ、今回は誘ってもらったのでね、せっかくやなので振り返っていろいろ楽しい思い出を思い出していきたいと思います。いきなりかしこまってんの。ほんま、うん、こんなぐらいがいいかなと思って。全然違う、松田聖子だから。というわけで、じゃあ、まあ早速ミャンマー旅の振り返りをいきたいと思います。で、まあ、ここの、まあ、出会いというか、どこで知り合ったのかって話なんですけど、うん、まあ、僕が最初シェムリアップやんな、カンボジアのシェムリアップのザ・シティ・プレミアム・ゲストハウスだっけ、よく名前間違えるけど、まあ、そこで泊まってたら、この子が同じ部屋の隣のベッドに来て、そうなんですね、まあ、そこで初めて会話したんです。そうなんですね。で、あの時は、ね、2日くらいか一緒だったんです。いやどうやろうな、3日くらいあったんじゃない。そう、まあ、2、3日ぐらいなんか一緒で、うん、で、まあ、俺はもうそのままバンコクに行って、うん、まあ、陸路で、で、そのまま陸路で、まあ、ミャンマーのヤンゴンの方まで行ったんですけれども、まあ、グッサンもね、うん、あのこの後ミャンマーに行くみたいな感じ で、 そうですね、で、僕はもうヤンゴンでインドビザ取るから結構ね、待ち時間が長くて、じゃあヤンゴンからしばらく一緒に旅するか、方向も一緒だしってことで、うん、ここあの2週間ぐらい一緒に旅したと、そういう流れでございます。で、まあ、まず最初に旅したのがヤンゴンか。ヤンゴン。ヤンゴンですわ。ヤンゴンでは何したっけ。あの鳩のうんこみたいなのがいっぱいあるゾーンがあって、そこを避けるというアトラクションをしながら、ナイン、ストリプルナインというシャンヌードを食べたんですかね。というのでプラスと聞いてますけど、でも将来的にね、管理者にさせてもらったのがイメージあるんですよ。まあ、ちょっと酸っぱい、ちょっと酸っぱいらしいです。もともとそういう体制です。そう、それが一番の思い出やな。いきなりそれ出してる。そうか。あ、でも確かに、なんかミャンマー、ヤンゴンか、なんか電線、そうそう、電線でなんかやたら鳩が止まってて、うん、でね、そこでめちゃめちゃうんこが落ちてくるっていうね、ゾーンがあって、そこで俺の頭にうんこが落ちたりとか。そう、そう、で、すぐシャワー浴びに行ったよね、俺確か。そうやな、うん、でもミャンマーのこと嫌いにならないでください。でもヤンゴンにはもう、あの黄金のパゴダっていうのがね、そう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 、ありましてね。俺それを最初に言ってほしかった。そうやと思う。やっぱインパクトが大事。そう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 、うん、あれなんかあれだよね、本当はそのあれ何やっけ、しかもあれヤンゴンじゃないよ、しかも。いや、ちゃうねん、あのここや、シュエダーゴンパゴダ。あ、シュエダーゴンパゴダね、うん、ゴールデンロックかと思った。ああ、それはなかった。あ、シュエダーゴンパゴダにも行ったよな。そうですね、そこは一応ヤンゴンで一番、ね、うん、メインの観光地というか、みんな行かはるとこで、そうそうそう、うん、もともとそのシュエダーゴンパゴダ行く前にゴールデンロック行ったの。そうですね。そうそうそう。で、なんか本当はそのゴールデンロックに自力で確か行こうとしたんだよね。うん。なんかバスかなんかで。うん。でもなんかグッサンがなんか、何やで、なんかフェイスブックかなんかのグループ。なんかわかんないです。そう、なんかその短期旅行者の集まりみたいなのがあって、それでなんかヤンゴンからなんか貸し切りのハイエースやんな。ハイエースやな。ハイエースの日帰りで行くみたいな。で、なんかそれで誘われてたみたいで、そう、で、それも、で、俺も参加して、もう貸し切りで、あれ5000円ぐらい払ってるの、1人5000円やな、1人5000円ぐらい払って、うん、それにもうキュッて、あの貸し切りで行って帰ってきたんですよね。すごい楽ですね、すごい楽だった。多分自力で行ったらあれ日帰り行くのは相当厳しいな。うん、まあ多分、うん、もっと安く行けるけど現地で泊まったりせなあかんから、うん、それを考えたらもう人数おるんやったらハイエースで行った方が、うん、そうそうそう、まあそんな感じやな。まあなんだろう、まあ、世界一周のバックパッカーみたいな感じで旅行してたら、そういう金遣いをしてたら結構、そういうね、使い方をバンバンしてたら結構きついな。バックパッカー、思いっきり使ってますな。まあ、一回だから大丈夫でしょ。そうそうそう。まあまあ、そんな感じなの。で、そのなんか、まあ、ハイエースを貸し切ってるから、そのシュエダーゴンパグが、じゃねえや、ゴールデンロック行った後に、直行でシュエダーゴンパグが行ったんだ。そうやな。と確かそういう流れだった。そうやって書いてますわ。ゴールデンロックはどうでしたか。ゴールデンロックは
あ、そうだ、工事中やったそれな、うん、ゴールデンロック修復中です。子供がめちゃめちゃ可愛くて、うん、まあ、今までいろんな国も行きましたけど、うん、ミャンマーの子は結構人懐っこいし日本人好き、うん、でもインドとかみたいにガツガツせんとこう結構こうちょっと社員に寄ってきてくれる、うん、そんな感じがねすごい可愛くてね、うちらもらったよな、あの竹の目が、あ、そう、竹の目からもらったのね、うん、それは何ですか。プレゼントする。プレゼントされました。うわー、カットだな。なんかあれはちょっとなんか捨てんのちょっとどうかなと思って、うん、今でもぬいぐるみにつけて飾ってます。マジで、はい、まだ持ってんだ。でかわいそうやん、なんか、ああああああ、で、すごいみんななんかね、うん、こう、かわいい、かわいい男の子を描くですよ。なんか女の子どこにおんねやろな、男の子ばっかりやったな、あれ。あ、そうだったっけ、うん、でも今考えたらそうだったかもしれん、うん、ほんでまたなんか、あのサッカーのね、ユニフォーム着た子らいっぱいいてね。ああ、グッサンの好きなアーセナルの服も着てる人たくさんいたね。いたんですね。なんかまあその頃は特別にやっぱ可愛がってあげようっていう感じになりましたね。うん、そうやな。でまあその後シエラゴンパゴダ行って、あれでも夕方ぐらいやってんね。夕方やな。うん、うん、でも よかったよね。夕方よかったよかった、うん、むしろ夕方の方が良かったかもしれない、うん、あれはライトアップしてたやんな。うん、だいたいその夕方でこう日暮れてくる感じ、うん、ちゅうのとなんかライトアップっていう感じが、うん、まあすごい綺麗やったので昼よりはその時間にいた方がいいよな。うん、確かに。で、うん、あと一旦はダラ地区か。ああ、ダラ地区行ったな。覚えてなかった。ダラ地区行った行った。ああ、行った行った。もう適当な人間の巣窟ですわ。ダラ地区ってでも観光地ではないよね、あそこ。そうやな。なんかでもやっぱいっぱい騙される人が多いっていうふうには聞いてて、うん、まあ、確かに結構強引で、うん、ちょっと亀田興起みたいなやつがな。そう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 。えらい。ゴイゴイ来たりとか。あ、こら、キッチンマンビリー、アンビビリー、バーカー、プラスティックリサイクリング、オブディスク、ロー。めちゃうちゃ。ちょっと、プリピペ。どうよ。まあ、してたので、あんまこう、短期旅行で、やったらダラ行こうとはならないんですけど、うん、まあ、行ったらなんか本物の、なんか、ね、ヤンゴを見れるというか。そう、なんか、なんだろう、ザ・ミャンマーって感じ。そうやな。あ、なんか観光客からなんかぼったくってやろうというなんかそのなんか東南アジアの人にありがちなこうグイグイ来る感じが、あ、うん、ミャンマーでもあるんやというふうに実感しました、ね、一応ヤンゴンの中心部からなんか船が出てて日本人はタダで乗れるっていう、ね、そうなんかその昔台風かなんかでその船がぶっ壊れた時に日本政府が補助金を出して、うん、まあ、そのおかげでなんか日本人だけはタダで乗れるみたいな、うん、他の国籍の人はいくらやったっけ、なんかお金払う、そうそう、だから100円だか200円ぐらいだか払わなきゃいけないみたいな、まあね、そんな感じでダラ地区も行ってまいりました、うん、でまあダラ地区、まあ、ヤンゴンの話はまあこれで終わりにして、うん、まあ、あとはインドビザ取ったぐらいやもんな、まあ、そうやな、うん、インドビザな、そう、インドビザも取ったりとか、うん、まあ、あとは映画見たりとか、まあいろいろやりましたと。シャングリラホテルのカフェでゆっくりしたり、あれ食べたりな、ラーメン、あ、一風堂、一風堂行ったね、うん、一風堂行ってな。そうそう、ジャンクションシティっていうね、でかいでかいデパートの一番上にね、一覧じゃねえや、一風堂があって、そう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 、トイレがめちゃくちゃ綺麗なんですよね。そうそうそう、あったな。でその横に映画館があるんだよね。そうそうそう、そんな感じでね、まあいろいろ満喫をしました。で、あと電車に乗りました。ヤンゴン環状線に乗りそび、でも乗りそびれたような、なんか途中でそれって、うん、行っちゃったんですよね。そうそう、本当の予定ではそのヤンゴンから電車乗って、まあ、環状線やからこのぐるーって回って3時間かけてな、そうで戻る予定だったんだけど、なんかね途中からちょっとこう上の方にそのまま行ってしまって、電車が環状線乗ったつもりだったんですけど環状線じゃありませんでした。残念。あれで降りたもんな途中で。大阪環状線にも奇襲時快速とかあるからそれと同じですね。で乗り換えて戻ったけど、うん、ヤンゴンまで行かんかったよ。もう熱中症になりかけとったよ車内で。そうね、暑すぎてね。でそれで結局グラブ読んで帰ったの。そう、ほんでなんか中でねいろいろこう揚げ物とか売ってるおばちゃんとかいて、うん、まあ普通だったらやっぱりこう観光客見たらぼったくってこうこうとするのが普通なんですけど、まあぼったく的でもやっぱそのねこれぐらいのなんか揚げ物サムあれもまあ一個20円とかでね、だいたいまあぼったく売られてもそれぐらいで買えたりするんですけど、うん、そこはもう7円で買えたんですよ。あ、安かったなあれ。7円
アイス3円。アイス3円。そんなことあると思って。うめえわ、これ。こちら、ちょっと見せて。まだ衣。中にジャガイモが入ってるんですけど。最高やん。これで100チャット、約7円です。めちゃくちゃ安い。ちなみにさっきなんかアイスの棒みたいに食べたんですけど、50チャットですね。3円でした。我々トータル10円の食事をしました。安い。だからヤンゴン環状線は大好きですね。あれよかったな。しかも鉄道の運賃もめっちゃ安かった。なんか20円ぐらいじゃなかった。そうやね。もうだいぶ安かったね。あれいくらになってる？ここ書いてないね。でも確かに200チャットやったの。覚えてる。200チャットやから14円15円。安っ。めちゃめちゃ安い。まあ、そんな感じでね、ヤンゴンをたくさん満喫しました。